スイーツワンゴーシュ。よし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 。あれ。はい、こんにちは。マイチャンネル前原です。今日はこちらですね。うん、海外版ベイブレードバーストのジェネシスバルトレイク V3 とレジェンドスプリゼン S3 です。はい、ということで先日滞在しておりましたハワイのターゲットで購入してきたものですね。うん、日本でいうベイブレードバーストのゴッド、うん、ゴッドのシリーズが、海外版の方はベイブレードバーストエボリューションって名前になってますね。うん、はい、じゃあ両方開けていきましょう。はいはい、ということでこちらがジェネシスワールドレイク V3 フォーグレイブフリューゲルですね。うん、はい、日本版と同じようにこうやってねバネがついてますね。うん、はい、こんな感じなんだけど、うん、形は全く一緒だね。うん、ただなんて言うんだろう、すごい暗いこっちの方がすごい晴れやかでかっこいいんだけど、でもこっちは一応かっこいいけどラメ入ってね。そう、ラメがねちょっと入ってますね。うん、でステッカーなどは全くなくて塗装になってます。そこが海外版ベイブレードバーストのいいところだよね。うん、それともう一つ気になったのが、日本版ではこのねスタッゴットチップを入れるための穴があるんだけど、うん、海外版の方にはありません。はい、埋められております。なのでストレッグゴットチップをここに入れることはできないね。はい、フォーディスクとグレイブフレームはまあほぼほぼ一緒かな。うん、グレイブはこの色あったっけか。そしてフリューゲルはなんと黄緑色ですね。うん、ちょっとすごい色だから、ね、すごい。じゃあセットしてみましょう。はい、はい、海外版は相変わらずのこのワンロックでね。ワンロック、一つしかロックはありません。はい、はい、続いてこちらがレジェンドスプリゼン S3 セブンマージですね。うん、日本版のレジェンドスプリガンと比較してもこれはほぼ変わらないかな。うん、こっちが日本版なんだけど、このクリアの部分がこっちはすごい透明感ある感じかな。うん、こっちはね若干くすんでますねでもやっぱ塗装がされてるからいい感じですね。うん、そしてレジェンドスプリゼン S3 はレジェンドスプリガンと同じで左右両回転になってますね。うん、付属していたワインダーのこの突起部分をここの部分にセットしてくるりと回転させるんだね。うん、はい、これで OK。 これで左右両回転を切り替えることができます。うん、マージドライバーもほぼほぼ一緒だね。色が若干エンジ色っぽいけど、うん、まあデザインは一緒ですね。そうだね。じゃあセットしてみましょう。うん、これもワンロックですね、もちろんね。はい、そしてこちらが付属していたランチャーですね。これなんと LR だね。2つ穴があって、こちら側が右回転、こちら側が左回転と、まあ、これ両方使えるわけですね。そうだね。うん、それでこのジェネシスバルトレイク V3 なんですけども、これハワイのお土産プレゼント企画で出てますんで、はい、あの気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。はい、じゃあこれで対決していきたいと思うんですけども、はい、海外版ベイブレードバーストといったらやっぱあれだよね、うん、バケスタですね。うん、バケスタでやりましょう。久しぶりに、はい、私がレジェンドスプリちゃん S3 です。うん、僕はジェネシスバルトレイク V3。 はい、3、2、1、ゴーシュ。あ、久しぶりのバトルだけど、何起こったんだろう。わー、落ちたよ。この穴なんだよね。うん、この穴がバケスタの特徴。そう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 。スイーツワンゴーシュ。バーストした、いきなりバースト。スイーツワンゴーシュ。両者バースト。スイーツワンゴーシュ。戻った。そんな。この辺のルールが全然分かってないんだけど、戻ったらいいのかねこれって。そうだね。気になるとこだよ。3、2、1、ゴーシュ。スイーツワンゴーシュ。左回転。スイーツワンゴーシュ。スイーツワンゴーシュ。よし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 。よっしゃー。あれ。こんなことあるの。スイーツワンゴーシュ。よっしゃー。いいアタック、いいアタック。だけどバーストできないのか。落ちろ。よいしょー。チーツーはこうしよしよしよし。
しよしよしよし3、2、1おしゃおわおわいやよさバストでした。はい、ということで久しぶりに海外版のベイブレードバーストで遊んでみたんだけど、なかなか面白かったね。前ほどなんかこの穴が気にならなかったかな、前本当にもうなんじゃこりゃと思っててさ、このスタジアムでやれないよって思ってたけど楽しかった。そうだね。はい、ということで今回は海外版ベイブレードバーストのジェネシスバイドレイク V3 とレジェンドスプレゼン S3 でした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。はい、そして今回のおすすめ動画はこの辺りに出てますのでぜひチェックしてみてください。はい、それとチャンネル登録はこの辺りからよろしくね。ということで先ほども言いましたけれどもジェネシスバルトレック V3 これプレゼント企画やってますのでぜひチェックしてみてください。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。